やばい、ありがちな映画の妄想みたいなお話で、心ここにあらずみたいな、お前の方がよっぽどやばい。老卓な会話の中に無数のヒント表情を読んでよ。ハイテクな通信機器じゃ繰り返す意思のすれ違い、サイファイすぎてる。あなたの脳内状態上な状態、本当はねこの気持ちまでさ理解しようとしてほしいんだ。曖昧すぎだな、言葉でも愛情はちょうだいちょうだい。空想科学のエクソシーなんて古来に比べたらお遊びさ。あなたが夢中な空想と興味ない、私の全てとはあなたが絶対に解けないって意味じゃ同じでしょ。ハイファイなあなたの理論じゃちゃんとラブあるのだと言うけど、ローファイに表してくんないとわかりません。大事なことはサイファイすぎてる。あなたの脳内状態どんな状態、本当にねその宇宙までも理解したいのにわからないんだ。曖昧すぎたら心でも愛情がちょうだいちょうだい。空想ばかりで間を取って言葉にしないのはお互い様だったら、あなたの脳内状態も愛想界の隣山となれ的な異界交流悪くないさ。サイファイじめてる。言葉でも愛情は異常ないようだ。空想科学のエクソシーだけが暗いと張り合えるお遊びさ。